どうもこんばんは、シオンです。今回もホラーフィールドで遊んでいきたいと思います。で、今回はですね、まずサイコをね、ワンセットやった後に、その後さらにですね、崇拝者を2回やって、その後サバイバー全キャラやって終わりにしたいと思います。ということでやっていきましょうか。あれ、なんでファントムにカーソルが合わさってんですね。ちょっとびっくりしました。まあ、別に追加されてるわけではないですよね。まあ、特にアップデートもあった様子がないので、ではやっていきましょうか。肉屋からいきます。まあ、前回ね、肉屋多めだったんで、今回は崇拝者をちょっと多めにやっていこうと思います。で、今回はですね、マーカス2人とフィルとジャックで、でマップは人員ですね。前回人員多かったんですよね。今回はどうでしょうか。なるべくね、偏りは避けてほしいところ。開幕の音を聞いていきましょう。ん、何も聞こ、あ、ガチャリ、何も聞こえないと思ったらガチャリと聞こえたので、まず扉を壊しながら上側に向かっていきましょう。あれ、下から上に向かって足跡が続いている。そして右回りに逃げてますね。これ2人いる感じでしょうか。ここは破壊しておきたい。で、マーカス2人なんで、マーカス見かけたらハープーン行きましょうか。まずはハープーン。で、ここかなりやってましたね。これを蹴れたのはでかい。あ、救助早いですね。めちゃくちゃ救助早い。で、ちょうど緑の帽子が見えたんでね、次切りようとしたらミス。ここは痛いですね。で、追撃入って再度牢屋に戻し、救助に来た人はどっち行ったんでしょうね。あ、なんか上側で足音聞こえたんですけど、とりあえずね、このゲート横のね、鉄の扉を破壊しておきます。こっちに来たんですが、ここのジェネレーターも進んでいると。で、さらに2台目がつきましたね。で、マーカスの体力が半分超えたんですけど、また救助されて再度追撃と。で、ここ破壊しておきましょうか。で、これで残り4台ですね。で、これ2人ですかね。おじいちゃんがいますね、近くにね。おじいちゃんいました。で、まず一撃。あ、救助されましたね。ギリギリの救助は非常にまずいんですけどね、これね。早めに数が減ってくれないと、なかなかね、肉屋的にはきついんですよね。これナイフ投げときますか。で、おじいちゃんの救助は、え、ここで待ち構えてたのにミスったんですけど。で、再度牢屋に入れ、何か足音が聞こえる感じですけど、あ、こっちにいましたね。で、一人は下に逃げた。ジャックが下に逃げた。ぐるっと回って救助に行こうという感じでしょうか。一応回り込んでおきましょうか。あれ、扉開け閉めしてるな。何やってんの。で、開け閉めしてたんで音が聞こえたんでね、行ってみたら普通にいましたね。で、3分ジャストでした。まあ、肉屋にしては早かったんじゃないでしょうかね。では次、崇拝者行きましょう。まずジャック2人ですね。そしてフィルで、フィルも2人と。マップはバンカーに変わりましたね。崇拝者でバンカー、しかもフィル2人にジャック2人、まずいですよこれ。行きましょう。まずはマップの左側に向かっていく。おじいちゃん2人のうち1人でも早めに見つけたいところですね。で、右側と左側にサバイバーいますね。さらに左上に1人。まあ、すぐ行きたいのは山々なんですけど、崇拝者はね、ポーションを大事に使っていかないといけません。ただその間に早くもう1台つけられると。で、ここもかなり進んでましたね。
おじいちゃんじゃないですか。あ、2人揃っているし、これは美味しい。手間が省けましたね。しかも同じ方向に逃げてくれている。ただ2台目がもう着きましたね。まず追撃なんでこっち向かってくるんだろう。おじいちゃん諦めたの。じゃあ望み通りに追撃を入れて、なんか開けてる音が聞こえるんですけど、で下で鉄の扉を開ける音、さらに左側、まずは扉を破壊しておき、さらにこの鉄の扉も一撃入れておきましょう。で爆発した方に向かって、あ、早いな。で1人目が早くも死亡しましたね。鉄格子を開けるような音が聞こえて、ジャック2人のはずなんですけど、ジェネレーターがガンガン回ってきて、あ、ちょうど目の前に足跡が。でまた蹴ったところを修理されていると。もう一回見に行きましょう。ジャックなんで足早いんでね、あっという間に姿を消しちゃうんですよね。でかろうじて足跡が見えていて、これ2人いる感じですかね。ナイフ投げましょう。一周ね、時間稼ぎされても困るんで。あ、かなり進みましたね。9割しかもここでやってました。追撃を入れて、で緑の足跡も見えると。この状態で2台はね、かなり厳しいと思うんで、よっぽどのことがない限りは負けることはないと思うんですけど、ただなかなか追いつけませんね。分かっていても追いつけない。さすがジャック、ようやく姿が見え始める。で残るは1人ですね。しかも負傷中と。これで終了ですね。さあ続いて崇拝者行きます。まずゲイリーとフィルですね。そしてマーカスで、ジャックですね。マップは寺院に戻りましたね。さあ行きましょう。今回は上の扉から破壊していきましょうか。で右側で足音、あ、下でも足音聞こえますね。あ、ジェネレーター動いてます。でちょうどマーカスが叫んでいると。ただおじいちゃんとゲイリーがね、どこにいるか分かんないので、なかなか厳しい状況ですね。いきなり2台つく可能性大。まず1つ目がついていく。でマーカスナイフ当てて戻ってきたところを追撃と。いや、パワーがないんできついですね。こうしてる間に1台つけられて、で左側に誰か逃げてますね。ああ、一瞬扉開いてたのに。ポーション使わないと無理です。もう連打して、あれ、なんでおじいちゃんそこに。しかもワンパン食らってくれました。あーっと、牢屋に入れると同時に救助される。ここはあんまり進んでない。でさらに救助されましたね。戻りましょう。どこだ。あ、ゲイリーの救助来てましたね。
だ残り2台、なかなか厳しい状況ではあります。でわざわざ足遅いのにね、うーって言って場所を教えてくれるっていうね。左下で爆発、そろそろジェネレーター1台破壊したいところですね。あの小部屋かな、ナイフ投げてみましょう。あ、かなり進んでましたね。危なかった。で2発蹴り入れてゲージをゼロに戻す。さらにジャックにダメージ与え、ジェネレーター蹴りたいけども、あ、2人ともいますね。安定のミスですね。でさらに追撃してようやく当たると。いや厳しいですね、いろんな意味でね。では崇拝者再度いきます。マップ的にも有利 でなおかつね、牢屋に入れてから殺すのが早い崇拝者なんですけど、それでもきつい。そして今ゲイリー2人とフィルとジャックでしたよね。しかもマップはバンカーと、非常にまずいですよこれは。3人のうちジェネレーター得意なキャラ3キャラのうち誰かを見つけなかった場合、3台同時につく可能性あり。おっ、ゲイリー発見、下に逃げていく。ちょっと扉全然蹴れない、扉がバウンドしてましたね。鉄の扉なんだけどな。でまだ怒りのポーションの効果は残っている。ゲート横の扉を破壊したかったところなんですが、効果が切れると。そして左上で爆発中。気づいたら残り2台、いや残り、ちょっと待った、ジェネレーター蹴らないとまずい。そっちか、破壊してかろうじて2台に戻す。さらにコンパス、あ、ちょうどコンパス使ったとほぼ同時に今ですね、足跡が見えてしまいましたね。ちょっともったいなかった。このクールタイム中に通電されると厄介なことになりますね。おじいちゃんがいました。ただジャックはなんかジェネレーター触ってるような気がするんですよね。やはり触ってますね。おじいちゃんは上に、完全にこれおとりじゃないですかね。もうアイテム投げます。早めに追撃して、これは救助に来ないでそのままジェネレーター全力でやってる感じでしょうかね。ここをやっぱやってましたね。で9割と。で一旦牢屋の様子を見に行きましょう。でここの牢屋のゲートの横のね、扉も破壊しておきましょう。で再度戻ってきてまたやってると。これどうしてもここやりたいみたいですね。で緑の足跡が今度こそ見えて、でようやく姿が見えましたね。割と早めに来たと思うんですけど、なかなか距離離されましたね。さすがジャック。いやーなかなかきつかったですね。3分3秒。ではサバイバー側行きましょう。じゃあフィルから順番に行きましょうか。
ず味方がゲイリーとジャック。そしてゲイリー2人目。お相手が肉屋ですね。で、マップは村になります。で、下のゲートのちょっと上からスタートですね。部屋の中にジェネレーターがない。じゃあ外側見ましょう。あれ、外側もない。なぜ叫んだ。いきなりおもむろに叫んでいく。何をしてるんでしょうね。意味が分かりません。もうどうせ場所バレてるんでね、ジェネレーター触っていきましょう。まあおそらくこっち来ると思うんですけど、いや微妙なところですね。ちょうど来たんですけど、3発蹴ってスタンさせて、で強引につけて2台目。ああ打ちになっちゃった。やっちゃいましたね。ちょっと無茶しすぎましたね。まずい。ジェネレーターつくのが早い。誰か、あ、助けに来てくれてますね。2人も。ありがたい。ありがとう、2人とも。なんとか来る前に。なんで叫ぶかな。さすがに無理なんで指輪使います。で、ここついてて、ちょっとね、懐中電灯のクールタイムが完了するまではね、無茶したくないですね。で、クールタイムがまず完了と。牢屋ぶち込まれてる間に通電まで行きましたね。何もやってません。で、全員脱出確認したんで出ましょう。これもしかしたらポイント減るまでありますけどね、どうでしょうか。星減らなかったですね。減るかと思ったんですけど助かりました。では次マーカス行きましょう。まあ、強引に1台つけてから牢屋に入れられて、そこからね救助割と早めに入って自己回復したらもうゲーム終わってましたからね。で、お相手崇拝者、マップは人員でメアリーとジャック2人ですね、味方がね。ジェネレーター探していきましょう。で、マーカスはね、不意打ちでワンパン食らっても大丈夫なんで、なるべくね、なるべくマップの上側をやっていきたいと思うんですけど、いきなり爆発とか叫びはやめてほしいところですね。できることなら見つかりたくはないですからね。で、まず一つつけて、でサイコが一瞬画面内に入ったんですけど、どっか行っちゃいました。なんでだよ。通りすがりに殴られましたね。ジャック追ってたはずなのに、なんてこったい。ちょうど私が通ったがために、ついでに殴られましたね。ひどいな。で、2台同時につきましたね、ボボンと。すぐ左にいます。木の扉蹴ってましたね。で、どこ行ったのかな。どこにいるか分かんないんでね、ここやっちゃいましょう。で、このツールキットのね、残り時間でできるかなと思ったんですけど、やはり無理でしたね。そして左側の扉を蹴っていると、扉閉めるのは間に合わない。扉温存みたいな形になりましたけどね。強引につけちゃいましょう。これで通電ですね。最後近いですけどね。
お、いいミス。素晴らしい。さすがに消えましょう。で、2人脱出済みですね。どこかが空いてます。3人目も出ていきましたね。ではこちらも脱出しましょう。なかなか早かったですね。では次リナ行きましょう。いきなり2人、そしてお相手に行くや。で、今日はジャック多めですね。とメアリーです。ジェネレーター得意なキャラがいませんでしたね。これは珍しい。今日は比較的多かったんですけどね。マップの右上からスタートと、このマップのね、一番の危険地帯です。怖いのでマップの中央側に寄ってきました。早くも一つつきましたね。なんとか一つつけることができました。これで残り3台。おっと、行こうとしてる先にサイコがいましたね。扉蹴ってました。これバレたんでこっち来るかもしれませんね。ちょっと読まれたのかな。足跡は見えてないはずなんですけどね。で、ここついてて、なぜか叫んでさらに場所を教えていく。アイテム1個しかないからまずいって、行く先々で肉屋がいる。まさかこっち来てないか。ちょっとやめてよ。で、今のうちにですね、メアリーが起き上がりましたね。ただ残り1台、ゲームはもう終盤なんですけど、なんで叫びながら寄ってくる。で、さらに通電しました。あなた自己回復した方が早いでしょ。どうするこれ、みんなと同じ方向行った方がいいと思ったんだけど、みんなが逃げてくるんで暴れ回ってますね。扉下側は生きている。下のゲート開けましょう。お、ジャックも来ましたね。今のところ信用も鳴ってないんでね、今から来ても間に合わないでしょう。で、ゲート開けましたね。で、笑いながら、あー、まずい、この扉が破壊されてるのは計算外。脱出しましたね。では私も脱出しましょう。アイテムがね、なかなか厳しかったですね。なんとかなってよかったです。では次ゲイリー行きましょう。まずはフィールがいますね。そしてリナ、お相手崇拝者で、で、ジャックです。そして寺院来ましたね。ゲイリーで寺院で、開幕は寺院内スタート。寺院の中央付近でしょうかね。足遅いんでね、寺院内は目の前にジェネレーターがね、開幕あるんだったらやりますけど、そうじゃない場合はやめましょう。エナジードリンクとか持ってきてれば、なんで叫んだ？持ってきていればね、ある程度、ちょっと、なんで2連続叫んでんの？危ないよ。で、2台ついて、左で木の扉蹴ってます。で、3台目つきましたね。かなり早い。
で怖いので比較的安全な、ね、マップの下側に来ました。あ、ゲイリーがマップの上側でやるっていうのもね、まあ、他のメンバーがみんな足遅かったらありなんですけど、さすがにねこのメンツでやるのは危険すぎます。で、上の木の扉が破壊されました。残り1台、そしてさらに通電まで持っていくと。ただ最後がかなり近いんでゲート開けるのどうしましょうかね。ちょっと待ちたいところですね。すぐ上の木の扉が蹴ってる音が聞こえたんでね、他のゲートに向かってくれたのを確認してから開ける。あ、ただ3人同時に出ましたね。これまずいぞ。すぐ戻ってこられるとギリギリって感じでしょうかね。ただ戻ってくるの遅い。これは開きますね。逃げましょう。本日最速ですかね。まずアイテムを回収しましょう。そしてメアリー行きます。まずお相手崇拝者、味方はもうほぼ皆勤賞ジャックとメアリー2人にリーナー。マップは引き続き寺院ですね。どこからスタートでしょうか。寺院内、寺院内の右下からですね。まあ、誰かがねマップの上側のねジェネレーターをやらなきゃいけないんですけど、なぜかいきなり叫びましたね。さっきもこの展開見ましたよ。まあ、こっちに来ないことを祈るのみですね。で、再度心音が鳴り始める。で、まずは一つ、どこにあるのかな。あ、嫌な場所にありますね。どっから来ても見づらい。まあ、強いて言うならば左から来れば一応見える感じでしょうかね。右からが一番見えませんね。上は一瞬猶予がありますけど、ただハープン飛んできたら終わりです。はい、これで2台丸々回しましたね。ジェネレーターがなかなか進みません。できればジェネレーター触っていてほしいところではあるんですけど、逃げ回ってるんでしょうか。お、1台つきましたね。これで残り2台になりました。ちょうどここをつけた感じでしょうか。で、右側の木の扉は破壊されていると。で、心音がだんだん大きくなってきましたね。さあ、どっから来る。味方がジェネレーターに目もくれず、どっか走っていく。で、左側で鉄の扉蹴ってますね。ゲート横扉を破壊されるのはなかなか厳しいところですね。ただ通電したんで、3人いるんで下開けちゃいましょう。で、早くも開きましたね。あっという間に開きました。残るはもう一人のメアリーを脱出するのを待つのみと。おっと、ワンパン食らってますね。しかも意外と近い。自力で開けてるのかな。失敗して、で、救助と。スタンさせて扉の外で待つ。さすがにね、時間稼ぎって分かってるんで来ないとは思うんですけどね。ただ下側のゲートしか開いてないと思うんですけど、何をやってるのかな。ことごとく自爆してますね。ただ自力でゲートじゃないや牢屋を開けてですね、今度は下側に向かっていくと。では逃げましょう。3分21秒ですね。はい、
これで無事脱出できればラストゲームとなります。ジャック行きましょう。まずお相手肉屋、味方はフィル、メアリー、ミナ。しかもマップはバンカーですね。ここにはないか。近くでバチバチ聞こえるんですけど、ジェネレーターの場所が分かりませんでした。なのでここのジェネレーターやっちゃいましょう。開幕から比較的大きめな心音が鳴ってますね。なんで毎回爆発は流行ってるんですかね。爆発または叫び、最近ちょっとねアピールが過ぎますね。ここやっちゃいましょう。で、2台目つきましたね。で、リナが近づいてきて一緒に修理と、まあ、ここからはマップの右側に向かっていきましょうか。で、ここもやってないのでやっちゃいましょう。理想としてはここがつくとほぼ同時に通電まで行ってくれるとありがたいんですけどね。あ、爆発しちゃいました。場所バレましたね。しかもちょうど残り1台の状態で2回連続爆発と非常に厳しいですね。ただメアリーが追われてたみたいでワンパンを食らう。そして通電と同時に牢屋にぶち込まれる。で、肉屋なんでまずゲート開けちゃいます。で、おじいちゃんも一発食らってますね。で、リナと入れ替わりでゲート開けるの任せて、あ、おじいちゃんも追撃食らいましたね。で、まずメアリーを救助して、さらにおじいちゃんも救助。そんなところで回復してないで、そこでハマってないで逃げるんだ。で、二人叫んでますね。さすがに自己回復早い。あれ、おじいちゃん何やってんの？まだハマってんの？うわ！え？おじいちゃんが食らうかと思ったら、いきなり肉屋が来ましたね。いや、ワンパン食らったら終わってましたね。ヒヤッとしました。危ない。いきなり来ましたね。びっくりした。まあ、なんとかね無事脱出できたんで、アイテムとデイリー回収して終わりましょう。あれ、なんでこのページ開いたの。あ、ゴールドを購入しろっていうデイリーですね。はい、では今回の配信はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。ではおやすみなさい。失礼します。